ただきます。No Tabasco, but I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. こんにちは、お尻に火つけてるかい。こんにちは、激辛ジョニーです。はい、今回なんですけども、東京の荒川区、町屋駅付近に僕来てるんですけども、今回ですね、ちょっとね、エビの風味を使ったね、ちょっと濃厚なエビ風味の旨辛担々麺があるということで、今回、やっていくんですけれども、一応ね、今回のお店がですね、麺屋愛心というね、お店なんですけれども、こちらですね、なんと食べログのトップ5000に選ばれておりまして、上位5000ですね。まあ、これ食べログに関してはね、これ評価順、まあ、味やらサービス、そういったものをね、評価順にして並べるとトップ5000になるというお店で、結構ね、満足度の高いお店です。はい、こちらの後ろにあるんですけれども、エビスク担々麺、はい、まあ、これね、多分看板メニューになってるんですけども、その今回ね、そのエビスク担々麺食べていきたいかなと思います。一応ね、こう麻婆麺とか あるらしいんですけど、麻婆麺はね、ちょっとメニューが終わってしまうらしくて、なんかこれメニュー表見たら、あのなんかね、背脂ジョニーって言ってね、もういろいろこの僕のために作ったんじゃねえかというね、メニューがいろいろあるんですけども、これ全く僕には関係ないんですけども、創業以来の大人気シリーズとかで、背脂ジョニー、玉のりジョニーとか、肉付きジョニーとか、背脂ジョニーとか、赤ジョニーみたいなのをね、こう足すとなんかこう辛くできるらしいんですけども、ちょっとね、今回ね、エビスクがね、すごい人気だったということなんで、ちょっと今回はね、ちょっとこっちにジョニーではなくて、あのエビスクの方食べたいかなと思います。はい、まあ、ジョニーはちょっとまた次回ちょっと来ようかなと思うんでね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました。こちらがエビスク担々麺ということで、非常にこの見た目はこのシンプルな、具材ですけれども、香りがめちゃくちゃいい。いただきます。さあ、エビスク担々麺お手並み拝見ですよということです。さあ、じゃあまずスープからいきましょう。いただきます。おお、濃厚、うまっ。これはたまげた、玉手箱。うん、あ、これいいな。一口目、こう最初ね、こうエビのクリーミーな味わいがブワーッと口の中に広がるんですけど、その後にね、このね、特製のこのラー油とこのしびれ油、しびれ油、うん、のね、この刺激がバッと口の中にツンとこう刺激しますね。麺いきましょう。麺は細麺の縮れ麺です。これはうまい。ちょっとこっちの黒い、ね、しびれ油の方を食べるとちょっとしびれが強くて、こっちの赤いね、ラー油の方を食べるとちょっとこう唐辛子系のこう辛みがパンと辛みですね。これは同じあの器の中でね、いろいろな、味とか楽しめるんで、これは面白い。そして美味しい。汁がすごい。これね、さっきちょっとお伺いしたんですけど、これね、この麺屋愛心、これ町屋店って言いますけど、これね、本店はね、新潟にあるそうで、2015年にこの町の新潟古町にて創業したということで、これはこの満を持してこの東京に乗り込んできたと。うまい。これはい、うわー、来た。これ食べたいって。ええー、
わあ、香りがまたこれがいいわ。オイリゾ、このエビスク担々麺にはこのオイリゾで、はい、ご飯の上にチーズを、うーん、素晴らしい。これ担々麺ですけど、でリゾットこうチーズが入る、このイタリアンテイストな感じですね。あー、これは美味しいな。合うわ。ちょっとじゃあこっちエビ、このスープ、こっちにリゾット移したんでこっちで食べていきます。うわー、これすごいな。見た目からして超うまそう。合うわ。うん、あ、濃厚。担々麺の常識が覆されますね。うん、食べログが確か 3.67 ぐらいとかの評価ですけど、結構ね、評価が高いのも納得納得と、食べて納得。うん、ごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。はい、おはよう、すいません。ごちそうさまでーす。はーい。うまかったね。いやー、美味しかったわ。はい。あ、そうですね。そしたらですね、辛さレベルの発表していきましょう。麺屋愛心さん、町屋店さんのエビスク担々麺。辛さレベル、こちらです。こちら、辛さレベル。5でーす。おめでとうございます。はい、5になります。はい。いやまあね、本当はもうちょっとね、一口目からもう食べた瞬間にね、もうエビの風味が濃厚すぎて、もうクリーミー、クリーミーで、ね、これはたまんねえぞ、おいと。本当に美味しかったね。うん、まあそのね、ただね、そのクリーミーだけじゃないんですけれども、エビのね、濃厚なクリーミーな味わいの後にですね、辛いラー油と、そしてしびれるね、しびれの油、うん、この2種類のこの刺激があって、非常にこう美味しく食べれたかなと思います。ここおすすめ。食べログが評価高いのも納得でゴンスと。もうね、ここ、町屋駅から徒歩100メートルぐらいの距離なんですけど、ここは町屋駅なんですけれども、ぜひですね、この町屋寄った際にはですね、麺屋愛心のエビスク担々麺、食べてみてはいかがでしょうか。ということでまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。